にちは、彩香です。今日は花巻温泉のぐるーっと一周します。ところどころにある鈴を鳴らしながら行きます。分岐大温泉に続く道路に行ってみます。階段降りてきます。月見橋、温泉裏の道路に出ました。鎌淵の滝入り口です。戻ります。鎌淵の滝200メートル歩きます。滝見橋、や滝が沸かせる水煙、カポーン。宮沢賢治が生徒を連れて野外授業をしてた場所らしいです。山、足元めっちゃ滑る。温泉に行ってみんな景色を楽しんでますね。道端もなんかポコポコしてる。足元絨毯みたいですね。紅葉橋、ワイヤーでちょっとグラグラする橋ですね。橋揺れます。ふわふわする。小屋巻、一度は泊まってみたい花椒園、素敵ですね。偉い人たちが泊まった歴史ある旅館、趣ありますね。お祝いの日、分岐にあった有形文化財だそうです。この前が綺麗ですね。蔵の隣は花巻温泉稲荷神社。キリってした子ですね。お邪魔します。隣には祠がありました。花巻温泉の散歩でした。じゃあありがとうございました。またね。